본방! 요! 一生懸命にやるんじゃないんだよ。いい加減にやるんだよ。そうすれば普段のあなたのいいところが出るんだから。何回回った？12回です。名前は？田中小春です。小春さんか。いい名前だな。どうせお前の好きなのはチャンバラ映画だろう。クラマテングとか丹下シャジャンとか。切った貼ったはもうでっきれ。俺が好きなのはね、なんたって松竹蒲田や。お酒もっと飲みなさい。もう一杯だけ。本当の映画っていうのはね、魂を揺さぶるような、見る人の人生を変えてしまうような力を持ってるんだよ。そらそらしいセリフね。ほんとね。本番だ、本番行くぞ。ダメだよ、最後まで通してくんなきゃ。こっちだって段取りあるんだから。いいんだよ、どうせ大した写真じゃねえんだから。どんなくだらない写真でも可能性を持ってるはずだぞ。そうだろ、信じろよ映画を。君は素晴らしい仕事をしてるんだぞ。この芝居で大事なのはな、どれほど新吉に惚れとるか、その切なさを出すことない。はい、分かってます。分かっとるやったら、なんできちんとやらんじゃ。芝居ができんのはお前が分かっていい証拠やないか。頭で分かるんと体で分かるんとは別なことや。生意気な口聞くな。大丈夫か、小春。私もでき